デビュー戦では本当にあんまり全然何もできないまま終わってしまったので、練習の成果が出せればいいかなって思います、今回。はい、作内緒ですリング上がってから見てくださいアメリカは、まあ、友達も行ったんですけど、ほとんど一人でなんかやってたような感じなので、まあ、本当に心細かったり怖いなっていう感じはあったんですけど、もうそれを乗り越えてもう何も怖いものはないっていう感じです。アメリカでもそうですし、最近ずっと練習してきたことを全て出せるようにもう思いっきり戦いたいです。初代日本女子フライ級王座決定トーナメント準決勝第2試合、50.8 キロ契約2分4回戦を行います。赤コーナーゴールドジム横浜馬車道所属、矢島優美。青コーナー JMN 所属、布施ゆきの。初代日本女子フライ級チャンピオントーナメント準決勝の第2試合、矢島由美対布施ゆきのの対戦を迎えましたリング上です。橋本さん、この試合の見どころはどこでしょう。そうですね、矢島選手にとってはアメリカ修行から帰ってきての1戦目ということで、その成果がどれだけ出せるか、逆に布施選手にとってはですね、デビュー戦のリマッチにもなるんで、それに成功するかどうかですね。さあ、武者修行の成果が出るか矢島。一方そのリベンジに燃えます布施です。青いグローブが布施、そして赤いグローブが矢島。さあ両者リングの中央で激しい打ち合い。おっと、布施がここは締めておきますね、 ますね、はい、本来はアウトボクシングが得意なタイプなんですけれども、ちょっと戦法変えてきてますね。両者ともにそのリーチの長さに特徴がある選手なんですが、その矢島のリーチを殺すためにはこの戦法じゃないとダメだと、というふうな感じで完璧に対策を立ててのこの試合だという感じですね。はい、さあサウスポースタイルの布施なんですが、もうあれだけくっつきますとサウスポーだかオーソドックスだか、ちょっと見てて分かりづらい部分もあると思うんですが、です、ね、一方はオーソドックス、赤いグローブの矢島。まあね、このルックスを見ても分かる通り、非常にこのビジュアル系格闘クイーンというんですかね、ですね、この女子ボクシングの中でもかなりファンも多くて、ホームページもかなりヒット数あるらしいですね。はい、まあ、私も見たことがあるんですが、さあ第1ラウンド1分を経過しました。やはりその矢島のリーチ対策ということを非常に念頭に置いた戦い方ですね、布施は。ですね、矢島選手としてはこれをどうさばけるか、非常にその手を焼いているというのがこの1ラウンドの印象なんですが、いかがですか。そうですね、うまく打ち返してもいるんですけども、このままのペースでいくとちょっと落とし穴があるかもですね。さあそのあたり、まあ、両者どこにその勝機を見出すかということが言えると思います。リングの中央、時計回りに回りながら相手の四角へ四角へと入っていきます矢島。ですね、矢島選手としては下がったり回ったりしながら当てていくと、これがいいと思いますね。やはりそのステップワークをいかにうまく使っていくかと、そうですね、いうことになりますが、さあ前に出ます、歯を食いしばってパンチを繰り出します、伏せ。さあ残りがあまり時間がありません。第1ラウンド強引に攻めてきます、伏せ。それにしても矢島落ち着いてます、冷静です。第1ラウンドが終わりました。このラウンドはイーブンですか。ですね、的確性では矢島選手の方がちょっとありましたね。はい、さあインターバル、このインターバルの間に両セコンドがどういう指示を選手に与えているんでしょうか。第2ラウンドです、ゴングが打ち鳴らされました。前に出る矢島の右のストレート、また詰めてきましたね。さあここでまた詰めます。この戦法で布施はいいわけですね、今日は。そうですね。さあ少し矢島の表情が変わってきました。相手の戦法を見ながらうまく対応してきた1ラウンドなんですが、2ラウンド頭からのラッシュ、これに少し矢島の表情が変わってきました。ちょっとラッシュ来ましたね。さあ矢島が攻めます、矢島攻めます、頭を下げて、そしてブルファイターのように前に出る布施。青いグローブが布施ゆきの、そして赤いグローブが矢島です。第2ラウンドに入っています。体勢を低くしてボディを狙いに来ました矢島。ボディ狙いはいいかもしれないですね。はい、アームガードの上からパンチを繰り出します布施。ここで第2ラウンドゴングが鳴りました。
手数という面では互角ですか。そうですね、的確性という点で八島選手が上回ってますね。さあそのあたりジャッジがどう判断するかですね。第3ラウンドに入りました。さあ少し八島がステップワークを多めに使ってきました。距離を取ります、離れます、前に詰めるのが伏せ。あっとミドルストレートをもらいました。八島ボディ、そしてまたボディ連打。さあクリンチワークから離れたところで八島がどれだけパンチを繰り出せるか。ロープを背にします、そして時計回りに回りながら、さあ左のジャブから右のストレート。これはしかしその距離に潰されたという感じがありますね。そうですね、なかなかそのターミネーターのような正確なパンチなんですが、威力を殺されている感じがあります。今のボディも良かったですね、はい、さあ少し膝がガクッときたか、伏せ、ロープを背負った、しかし前に出ます。この体重を預けて前に出る、これで相手の持ち味を殺しています。今日の伏せゆきのトランクスに漢字でゆきのという縫い取り、昨年の5月8日ですかね、そうですね、3ラウンド TKO 負けを喫しています。伏せゆきのこの試合お互いのデビュー戦だったんですね、はい、まあ、明暗を分けた形になりましたデビュー戦なんですが、さあここで第3ラウンド終わりました。このラウンドはやや八島ですか。そうですね、かなり相手の動きが見えてきてますね、はい、まあ、ご覧になって分かると思うんですが、八島第3ラウンドまで終わってあまり表情が変わっていません。そうですね、まあ、余裕とまではいかないでしょうけども、はい、かなり手応えはあるんじゃないですかね。さあファイナルラウンドを迎えます第4ラウンド、まあ、男子ですとこの最終ラウンドはグローブを合わせてから戦うということになるんですが、そうですね、女子はもういきなり打ち合いに入っています。ちょっと気が流行ってる感じがあるんじゃないですかね。それだけもう目の前の勝利ということに集中しているということが言えます。さあ八島が打っていく、伏せも応える、伏せも応戦しています。前半の20秒が経過しました。やはりその自分のスタイル、ファイティングポーズを崩さないのが八島。そうですね、一方もうシャニムに前に出るガムシャラファイトというのが伏せというこの両者の構図になってますね。でもどうなんですかね、これ八島の立場からしたらやはりやりにくそうですよね。いやでしょうね、何かこう払っても払ってもまとわりついてくるですね、真夏の湿気のような形で伏せが八島に取り付いています。まあ、こうなりますとそのアウトボクシングが使えません。さあ残り1本を切りました。この3、4ラウンドとかなりうまく距離を取って相手の前進を潰せてますね八島選手は、はい、しかし今伏せの左のストレートも良かったですね。ですね、ま、あれがその必殺ブローということになると思うんですが、そうですね、あれをもらっては八島もひとたまりもありません。前に出ます、あ歯を縮まって、いいのが当たってますね、はい、両者お互い足を止めての打ち合い、ノーガードの打ち合いになっています。残りが30秒を切りました。さあ巻いてももらってもあと30秒、八島、あートレンドストレート、今のはもろに顎を捉えました。この長い右のストレートがやっぱり持ち味ですね、はい、腕がちょうど伸びきったところに伏せの顎がありました。しかし伏せもクリンチからの細かいパンチボディに当てていっています。あートレンドストレート、さあこのあたり連打、伏せの顔面を捉えています。八島がダッキングで相手のパンチをかわしながら前に出る、ここでゴング、最終ラウンドが終わりました。判定に持ち着されます。さあ判定です。ジャッジの集計の結果を発表いたします。ジャッジ山本40対38、赤コーナー八島、まず一人目は八島。ジャッジ橋本40対37、2人目も八島をコールしました。3対0で八島が伏せゆきのを破って決勝に駒を進めました。リベンジならず伏せゆきの、残念でしたね橋本さん。そうですね、まあ、先方変えたのは良かったんですけれども、やっぱり八島選手の方が一段上でしたかね。まあ、そのあたりアメリカの武者修行の成果がここで出たということなんでしょうかね。そうですね、かなりいいスパーリングをこなしてきたみたいですね。それではイン